はい、トレーナーくーです。肩甲骨周りの筋肉のバランスをよく整えて肩のこりや痛みから解放されましょう。壁に後頭部、肩甲骨、お尻をくっつけてまっすぐ立ちます。全部壁につかないという人はマットに仰向けの姿勢でも同じようにできるよ。肘を胸の高さで曲げて開いて、肩は下げて肋骨が突き出ないように注意して、息を吸って肘を胸の前に持ってくる。息を吐いて肘を開く。これを5回繰り返します。肩甲骨が壁から離れないように脇の下から腕を動かして、本を軽く閉じたり開いたりするイメージで優しく、肘を体の中心から遠くに離すこと。吐いて、吸って、呼吸とともに動いてね。次は息を吸って肘を上の方に持ち上げる。息を吐いて肘を下げる。これも5回繰り返して。肩が上がらないように気をつけて、肘の角度は変えないで。肘を上げるときには肩甲骨の下の部分を腕に向かって開きます。コントロールして動かして、吸って上げて、吐いて下ろす。あ、また1回多くやってしまいました。すいません。次は頭の上で両腕をまっすぐ伸ばして、息を吐きながら腕をゆっくり横に開いてお尻の横まで下ろします。息を吸いながら上に上げます。これも5回繰り返して、手のひらは正面を向けたままで、腕は無理に上げなくても大丈夫。肩が耳の方へ上がらないようにするのが大事。腕を長く伸ばして動かします。肩甲骨を滑らせるように動かしてね。呼吸を使って体を動かして、指先まで意識を集中して伸ばしましょう。5回やったら次はストレッチ。右腕を下ろして左手を天井に向かって伸ばしながら、左の肋骨を持ち上げて右の肋骨をお尻に向かって下げます。そのまま3回深呼吸。吸って吐いて、体の軸はずれないように、左の座骨が上がらないように下に向かって押し続けてね。反対側も同様に、息を吸って右手を上に伸ばして、息を吐きながら左手の指先をぐぐーっと下の方に押します。両足のかかとで床をきちんと踏みしめて、後頭部、肩甲骨、お尻は壁にくっついたままだよ。もう一度両手を上に伸ばしてから息を吐きながら下ろします。ふう。次は壁に向かって立って腕をまっすぐ壁につけます。息を吐きながら肩甲骨や背骨の中心に引き寄せます。吸いながら胸骨を背骨にぐぐっと押します。お尻とおへそを引き上げて、息を吐くときは頭やお腹を突き出さないように注意。息を吸うときは首を縮めたり肩を丸めないように気をつけて。5回繰り返したら次は壁に近づいて胸の高さに肘をつけます。頭のてっぺんからかかとまでまっすぐ伸ばして、肘を3歩ずつ上に向かって移動したら壁に固定して深呼吸3回。肘は動かないけど下に押し付けてる感じ。肩が上がらないように注意して、またゆっくり3歩ずつ下がって元に戻したら、3歩ずつ左右に肘を移動させます。はい、深呼吸3回。壁に向かってのこのエクササイズはプランクの準備運動としても使ってください。小指から脇の下に力を入れて、お腹が出っ張ったりしないように気をつけて、肘から背中の真ん中にかけて体を支えていることを意識して、元に戻したら次は斜め上に3歩ずつ。顎が前に出ないように気をつけて、深呼吸3回。肩甲骨は下に下げたまんまに。
最後は肘を下の方に移動してゆっくり3回深呼吸。首や肩に力が入らないように、お尻はキュッと引き締めてね。吸って吐いて、終わったら肩をぐるぐる回してリラックス。お疲れ。